い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのフィアット 500F を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのフィアット 500F です。ボディカラーの方はベージュのソリッドかな、少し薄いベージュになってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはフィアットのエンブレムがプリントされてて、ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。ヘッドライト周りもシルバーで塗装がされてていい感じだね。バンパーの部分もシルバーで塗装がされてます。でこうやって見ていくとバンパーの部分はこんな感じでボディとは別パーツになってるんだね。実車のデザインが再現されてていい感じだね。でボンネットのあたりはこんな感じになってて、ルーフの部分を見ていくとこの部分がキャンバストップだね。で樹脂パーツでしっかりと再現がされてます。で運転席側を見ていくとこんな感じだね。ドアの取っ手の部分もシルバーで塗装されてあるね。窓ガラスの枠の部分もシルバーで塗装がされてていい感じです。で一番はこのホイールのデザインかな。でホイールの部分も実車のデザインがしっかり再現されてるね。やっぱり可愛いデザインだね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはちょっと見づらいけどシルバーでヌーは500ってプリントがされてるのかな。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。ナンバープレートのところはブラックで塗装がされてて、この辺りもシルバーでしっかりと塗り分けがされてるね。でバンパーの部分はシルバーのパーツになってて、これもフロントと同じくボディと別パーツになってます。助手席の方を見ていくとこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。で上の方から見ていくとこんな感じだね。キャンバストップのこのシワのデザインもしっかり再現されてて、質感の方も樹脂パーツだけどキャンバストップっぽくなってるね。いい感じになってると思います。内装の方はこんな感じだね。シートの部分はレッドになっててホワイトでカラーリングがされてるね。でダッシュボード周りはボディカラーと同じカラーリングになってます。こうやって外から見える内装のカラーリングってすごく可愛らしいね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でアクションの部分はその他特にドアの開くギミックとかはないね。裏の方を見ていくとフィアット 500F2018 年のシャーシーになってます。でこうやって裏から見るとバンパーの別パーツになってるのがよくわかるね。こうやって見ていくとやっぱりこのフィアット 500F のこのコンパクトなボディラインは可愛らしいね。外から見える内装のカラーリングもいい感じになってます。でフィアット 500F といったらこのモデルだね。ルパン三世モデルと比較してみます。はい、フィアット 500F を2台並べてみました。こちらのモデルは USJ オリジナルのルパン三世モデルだね。こちらの方は前回レビューしたのでリンクの方はまた貼っておくのでそちらからご覧ください。でどちらのモデルも可愛らしくできてるんだけど、やっぱりトミカプレミアムの方がヘッドライトがクリアパーツになってたりとかバンパーが別パーツになってて質感がいいね。フィアットのエンブレムもプリントされてていい感じになってます。でルパン三世モデルの方はちゃんとルパンの映像の中に出てくるナンバープレートになってるね。で上の方を見るとこのキャンバストップの部分だね。やっぱりトミカプレミアムの方は質感よくできてるよね。こちらの方はドリームトミカがベースになってるけどちょっとキャンバストップの部分がプラスチックっぽくてちょっと残念だね。で横から見てみるとボディラインの方はどちらもいい感じでできてるね。でホイールの方はやっぱりトミカプレミアムの方が
こういうシャフトの軸とかが出てなくていい感じでできてるね。で、後ろの方を見ていくと、トミカプレミアムの方はバンパーが別パーツになってたり、テールランプがレッドのクリアパーツになってるね。でもこのルパンモデルの方は後ろのエンジンルームの方がしっかりとこんな感じで開くようになってるんだね。で、エンジンルームの中の方もこんな感じでしっかりと再現がされてます。で、シャーシの方は全くの別物だね。 USJ オリジナルの方はこんな感じになってて、こちらの方がトミカプレミアムになってます。ボディスケールも45分の1なんだね。で、こうやって比較してみると質感の方はやっぱりこのトミカプレミアムの方がいいね。だけどこちらの方はルパン三世モデルっていうことでちょっとプレミア感あるかな。で、価格の方はこちらのルパン三世モデルが定価が1500円で、こちらのトミカプレミアムの方は800円ちょっとだから値段の差も結構あるね。そう考えるとトミカプレミアムの方は結構お得感が強いね。通常ラインナップ商品なので普通でお店で買えるっていうところも嬉しいね。箱の方は正面のパッケージにフィアット 500F のイラストはね。で、横の方はこんな感じになってて、この部分にフィアットのライセンスシールが貼られてあります。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのフィアット 500F を紹介しました。やっぱり一番はこのボディラインとコンパクトな感じの可愛らしさだね。ヘッドライトの部分がクリアパーツになってたり、バンパーの部分も別パーツになってたね。内装のカラーリングもすごく可愛くできていました。スケールの方は45分の1だったね。これが通常のトミカの64分の1ぐらいのスケールになるともっとコンパクトで可愛くなるんだろうね。で、このモデルは通常ラインナップのトミカプレミアムだけど、今度はタカラトミーモールからタカラトミーモールオリジナルが発売されるね。2月23日には入手してまた比較してみたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。